茨城トップレベルのターミナル駅、水戸駅からこんにちは。今回は上野東京品川に乗り入れる青い E531 系でなく、こちらのキハイE130系という、2007年製造の水軍船のディーゼル車に乗り込みます。今熱い E131 系の方じゃないですよ。2021年3月27日に全線運転再開を果たしました。ヘッドマークに関しましては、3月の取りだめを今もなお消費しているからというのはここだけの秘密です。おかげさまで、今のところは在庫に困ってません。方向幕は3色 LED、ワンマンと行き先を交互に表示しています。向こうの看板にも色あせた路線図が書かれていますね。水戸から始まりまして上菅谷、常陸大宮、常陸大子、福島県のいわき棚倉、いわき石川、東北本線と合流して朝霞長森、郡山と続いていきます。これ水軍線全通90周年、2004年12月の時に設置されたみたいですね。今回は郡山までは乗りません。今回はこのロコッと出ている常陸太田駅に繋がる支線に乗ります。5駅で終わる支線という、支線としては何とも言えない長さですが、本線にはない発見があるかも。では、まずは上菅谷まで行きましょう。しかし、カラフルな見た目の車両でいいですね。頭からつま先まで白と黒の見た目をしている私とは大違いです。ディーゼル車両特有のドアチャイム。ゆっくり閉まりますね。車内はセミクロスシート。なんと一人掛けも存在します。JR 東日本ならではの形した座席ですが、姿勢よく座れば結構快適ですよ。車内表示器はあそこにあります。3色 LED で一段になってますね。2007年、新潟トランシス製。機動車なのでキハです。車内設備を見る限り、2000年デビューの E231 系をベースにしている感じでしょうか。ちょっと E233 系の技術も入ってますが、水軍船は乗り通すと割と長いため、ちゃんとトイレも備わっています。ドアとドアの間にあるんですね。E531 系など、主要な電車の場合はドアとホロの間くらいにあるのですが、内装はこんな感じで E721 系テイスト。ボタンを押してロックするタイプ。鍵的なものもあります。バリアフリー対応のトイレなので、やっぱり広めです。出るときはドアを閉めるのを忘れずに。ワンマン対応ということもあり、整理券を出す機会があります。最近流行りの信用乗車とかではなく、車内生産も行われている雰囲気ですね。窓開閉の器具には暴走209系の金具が使われていますね。先代のキハ110系はそもそも窓開閉ができませんでした。今回はあくまで視線の動画なので、ここから上菅谷までは動画素材少なめでいきます。あと車内紹介が冗長になっちゃって申し訳ないです。車内の雰囲気はこんな感じです。上菅谷までカットしましょう。お待たせしました。上菅谷到着です。それにしてもキハE130系って本当に都会的な見た目してますね。キハE131、キハE132の色は新緑の緑と久慈川の流れがモチーフみたいです。夏とかだったら風景に溶け込めそうですし、秋だったらそのコントラストを楽しめそうですね。そんな水軍線の愛称は奥久慈清流ライン。久慈川に沿って山深いところまで入り込みます。さて、やっとこさ支線の話題に入ります。上菅谷から常陸太田までを結ぶ支線。こちらも本線と同様の車両が運行されます。一人掛けが空いているじゃないですか。座っちゃいましょう。そうしましょう。まあ、掛け心地は二人掛けでも一人掛けでも変わらないのですが、両側に肘掛けがあるという安心感は得られますね。な車内、電光掲示板の表示のされ方は E231 系などと異なりますね。それにしてもガラガラですね。5駅で終わるからか、はたまたこれでも多い方なのか。車窓は田畑が広がっている感じですね。茨城県北部って雰囲気してます。完全に波何もないってわけではなく、建築物も所々にありますよ。時速70キロくらいでゆったり走ってます。線形はヘビみたいなカーブが連続し、良いとは言えないからでしょうか。本線みたいなヘビーなカーブはありませんが、ところで、支線内でのスイカ生産は主要駅で乗り降りする場合を除き使いません。2014年3月31日までは水分線全域でスイカが使用不可だったので、確実に未来に進んでますよ。ディーゼルはディーゼルで、加速の力強さが伝わりますよね。あるいは約2時間に1本おきの路線だからそう感じるのでしょうか。これ何のシーンだと思いますか？私にもわかりません。中市の額田駅の次は久慈川を越えて、常陸太田市の河合駅です。ここの駅間が一番くねくねしてます。アクセスするには微妙な本数ですが、河合駅は道の駅常陸太田の最寄りです。ジョイントオンとカーブを堪能してみてください。こういう緩やかなカーブが連続するのが水分線支線の特徴と言えましょうか。窓ガラス2枚を隔てているとはいえ、光面展望もできますよ。茨城県は光面展望の聖地ですね。それはさておき、水分線は本線も支線も、じわじわ利用客が減っています。たまに増えることはあれど、じわりじわりと減っているのがわかります。まあ2020年度以降は例外にした方がいいのかもしれませんが、常陸太田市の人口と照らし合わせるとなんとなくわかります。2000年代初頭を境に激減していたり、2020年だけやたら少なかったり。龍ヶ崎線の時も言いましたが、何かしらの手段でその地方に支援できるといいですね。それが私たちにできることです。谷河原駅の次は終点の常陸太田。太田駅といえば群馬県にありますが、茨城県なので日立がついてます。上総、興津や越後、湯沢など、いろいろ探ってみると面白いですよ。次は終点の常陸太田だそうです。常陸太田駅では、今は廃線である日立電鉄の城北太田駅と接続していました。日立電鉄って、あの日立製作所が経営していた路線のことですよ。当時は常磐線と接続する大三河を経て、日立市の鮎川まで接続していました。今はその区間にはバスが走っています。常陸太田から大三河まで行くのであれば、水戸を経由する JR よりも安くて早いです。とはいえ、水戸の駅中はカフェもあるくらいには充実しているので、水戸を一つの経由地としたり、あるいは昼食を兼ねる場合は、JR も選択肢になるのかなぁ、と思ったり。間もなく常陸太田ですね。ほんの15分程度の短い路線でした。短いとか本数がない以前に、路線内に全く対比設備がないので、車両同士の行き違いはありません。龍ヶ崎線と似ているポイントですね。冷静に考えたら、県内にそういう路線が2路線以上あるってすごいですね。バス路線が張り巡らされていたり、元接続駅だったりという理由のためか、駅前には閑静ながらも住宅がたくさん立ち並んでいますね。この車両が2両なのに対して、ホームがやたら長いのは、4両編成も入るからです。そういや急行奥久慈も、1両だけ常陸太田まで来ていたらしいですね。こんなところにも上野からやってきた車両が切り離されて行き来していた。って考えると、ちょっと不快ですよね。今はもう廃止されてしまいましたが、終点の常陸太田に到着です。雨がしとしとと降る、茨城県北部の僻地。消防車来ちゃってますが、駅舎はなんというか、伝統の雰囲気が漂います。タクシー乗り場もあるみたいです。今は1台も来てませんが、さらにバス路線も張り巡らされており、ちゃんと待ちしてますよ。おお、ミカ、まあ難読なので仕方ない、のでしょうか。とにかく、あちこちに繋がっているようです。駅舎内に戻ってきました。駅舎のホーム側、改札外にはカウンター的椅子があります。待ち時間、ここでゆったりしてもいいですね。水郡線には時和時パスでも乗れます。取手から片道だけでも1690円はかかるので、買った方がお得ですよ。車両は折り返して上菅谷駅になる模様。水戸まで行く便も上菅谷駅と同じくらいあるのですが、今回は乗り換え必須。本日は水郡線の地味な方の路線に乗るという動画でした。久慈川に沿っていく本線と、久慈川をまたいでいく支線、どちらも個性的な路線なので、ぜひ乗車してみてください。短めのローカル線ってあまり注目されない気がするのですが、乗ってみると、知らなかった側面がたくさん出てきます。皆さんもぜひ知らなかった面を知るべく、乗車してみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。